都営バス、大塚支所は、東京都文京区大塚にあった都営バスの営業所である。営業所記号は G を用いた。明画谷駅周辺の再開発に関連し、2015年3月29日を、もって、閉所、最後まで担当していた、都連に、上60系統は、菅も営業所へと移管された。東京市電の車庫として使用されていた場所を、バス車庫に転用したもので、 開設年は1925年である。都電の車庫は大塚駅寄りの豊島区南大塚に移り、1971年に廃止されるまで使用された。跡地利用については、中央大学と2019年4月から40年間の定期借地契約を締結し、同行のキャンパス及び文京区の公共施設等が整備される予定になっている。大塚市所廃止後は、 すがも営業所に移管、大塚車庫前停留所も、久保町小学校に名称が変更された。閉所前の池袋駅東口大塚駅の運行は、月から金曜は朝夕のみ、土休日は午前中く夕方に偏っていた。大塚駅止まりのバスは、駅手前を左折、南大塚3丁目を右折して、大塚駅に向かっていた。なお、 池袋駅東口の乗り場の位置の関係上、上野公園方面は池袋駅東口には止まらず、次は豊島区役所だった。これは大塚支所配信による菅も営業所への遺憾後も引き継がれている。両系統ともに1949年7月に開通し、古くはそれぞれ51系統、50系統を名乗った。 2007年3月25日には2路線とも、開通以来担当してきた、大塚営業所大塚支所から菅も営業所へ、移管された。1969年10月の都電第4次撤去で、廃止された17系統の代替バス、517系統、池袋駅東口水道橋駅一橋、東京駅八重洲口有楽町駅前として開業。 その後、一橋有楽町駅を区間廃止して、池67系統に変わるが、並行していた、トレーニ系統の都市新バスカゴに統合されて、トレーニーおつ系統となり、さらに、文京区役所前から、一橋間を朝平日3往復のみとして、現在に至る。2008年3月30日付で、菅も営業所へ移管された後、2015年3月30日付で、 小滝橋営業所に再移管された。2000年12月12日に設定されたラピッドバス。平日朝夕のみの運行で、蒸気停留所のみ停車するトレーニー系統の急行便だった。ラピッドバスとしては、最も早く2002年12月1日に運行を終了した。なお、トレーニー系統は、大塚支所廃止で、菅も営業所に移管の上現在も運行されている。 都営バスが運行する学バスの中で2013年時点で唯一欠番となっている東欧系統は元は学バスを表す50番台の系統番号の54系統として池袋駅と東京教育大学を結んでいた他の学バスと異なり通学客輸送がメインであるのは無論加えて当時並走するとバスの一般路線がない地区を走行し 一般客の利用も多かった。小石川五丁目まで運行されていたのは、適切な折り返し上、道路が大学付近になかったため、1978年4月1日付で東京教育大は、筑波大学と会所、茨城県新井張郡桜村に移転することとなり3月31日をもって閉学した。本系統は、 本来の運行意義を失うも、お茶の水女子大学、拓殖大学、後見学園、筑波大学附属小学校などへの足として、暫定的に継続される。しかし、楽67系統や茶60系統との重複によって、交通局第二次再建計画に伴う、追加の路線再編成の対象となり、1979年11月22日、限りで廃止された。 廃止大隊は、茶60系統の経路が変更された。1990年、都営トロリーバス101系統の後ろ身である上26系統を、亀戸駅で分割した際、亀戸駅より西側が従来の系統番号を引き継いで発足。当初は、大塚営業所と菅も営業所の共管で、後に南千住営業所と高等営業所へ移管されて、たが、 乗客の乗車率が低迷しているために後に、鳩バス委託路線となり、青市所に移管となった。現在の o 四十後継投の前身となる路線で、終戦後の1946年3月15日に開通。当初は荒川土手までだったところを西荒駅まで順次延長した。1950年度をもって、滝野川営業所に移管、その後は王子川を、 池袋駅まで延長し、1980年4月の滝野川営業所移転で北営業所の担当となって、現在に至る。1948年12月15日に開通したが、翌年の8月1日をもって田端まで短縮の上滝野川営業所に移管される。その後は、お茶の水駅、東京駅と順次路線を延長。 系統番号も東43系統に変更し、滝野川営業所の移転後は北営業所の担当となって現在に至る。2012年4月からの2年間菅も営業所との共感だった時期がある。菅も駅前にあった菅も電車営業所は、都電廃止とともに営業所が廃止されるとそのまま線路を剥がし、建物も再利用で菅も自動車営業所として発足した。 当初は、大塚営業所の管轄だったが、大塚営業所菅市所の営業所への昇格とともに、移管された後、1972年の、系統番号整理で、草63系統となって、現在に至る。指定車種、イスズ自動車川崎重工川重車体工業、IK 工事、イスズバス製造、J バス、宇都宮事業所音声合成、レシップ、 レゾナントシステムズ過去の放送の時は、次止まりますや、発車します。おつかまりくださいのイントネーションが違ったが、放送を東京スカイツリー開業に合わせて夢の下町タイプに交換してからは他営業所との違いがなくなってしまった。この他、エドガーとワセダも、旧放送時代、他の営業所とは根元放送が異なった。だが、その営業所も交換後他営業所と、 同じになった。大塚支所の再編計画により二26系統が南千住の所管になり、と例におツ系統も巣鴨の所管になったことで、中型長尺ノンステップバスのうち HK 台車は南千住、巣鴨、品川などに、L 台車も多め、杉並、江戸川に転出した。上記の理由で車両が余るため、P 台車の一部が高等、品川、北、南千住、 江戸川に転出したほか、M 台車の一部も北や品川に転出した。そのため、閉所時は、H 台車が13台、M 台車が6台、N 台車が1台、P 台車が5台、R 台車が6台、S 台車が3台、T 台車が4台、V 台車が1台、Z 台車が1台所属し、中でも Z512 号車は、大塚支所として、最後の新車となった。内訳は、 N374R580 から585号車が、日の、ブルーリボン2、T241V291 号車が、日の、ブルーリボン式ハイブリッド、P450 から 454S650 から652号車が、UD スペースランナー RAA、それ以外はすべてイスズエルガであった。ハイブリッドバスを除き、グリーンライナーのサボマークを装備していた。 近年は都市新バスも一般系統との違いがなくなり特に一般車と新バス車の運用を区別しない営業所も増えたことからフロントマークがついてもどちらかは通常仕様の例が多く両方揃っている例は大塚を除くと少なかったしかし兵所に先立ちマークを都書に交換している兵所後は巣鴨を中心に品川小滝橋深川などに転出している このうちの深川転出分はグリーンライナーのサボマークをグリーンアローズのものに交換し、トレー語系統を中心に運行されている。ありがとうございます。